んにちは、ベビチューブです。赤ちゃんが小さいうちはなかなか外食に行けないよね。そうなんだよね。行けたとしても赤ちゃんがぐずったら抱っこしたり、ご飯を急いでかき込んで食べたりとかね。そうそう、なかなかゆっくり食べられないもんね。本当そう。ヨガの呼吸法でお産をリラックスした気持ちで迎えたいし、産後のね、体型戻しにもいいって聞いた。これはね、本当に一人で頑張りすぎるのは良くない。そうだよね、体調崩しちゃうもんね。里帰りしたり自治体のサポートを受けたりするといいよね。お雛巻きをしたことがないからやってみたい。私もしたことない。本当？うちの子は哺乳瓶を、ね、嫌がって家族に預けて外出っていうのがなかなかできなかったから、次回があったとしたら哺乳瓶に、ね、早めに慣れさせたいな。赤ちゃんが生まれてしばらくの間は昼夜問わず 2,3 時間おきのね授乳だし、育児や家事にで産後の睡眠不足はもう確実だもんね。何もしないでダラダラ過ごすって本当にできなくなるよね。そうだよね。出産のための充電期間だと思ってゆっくり過ごしたい。過ごしたい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価もよろしくお願いします。ベビチューブではママに役立つ動画を毎日配信しています。 SNS もやっていますので説明欄からフォローよろしくお願いします。リクエストも待ってます。それではバイバイ。